来てくれていたのね。それで皆さんの様子はどうですか？相変わらず昏睡状態が続いているわ。まるで眠っているように体に異常は見られない。言いたいところなのだけれど、実は変化の兆しが見られるのよ。変化ですか？あ、もしかして相談したかったことって。ええ、そうよ。かすかにだけれど、みんなの肉体に残るエーテル、つまり魂以外の生命力とでも言い換えればいいかしら、そこに揺らぎが見られるの。今すぐにどうにかなるというほどの変化ではないけれど、その揺らぎに個人差があるのが気になるのよ。一番揺らぎが大きいのはサンクレットさん、ついでヤシトラとウリエンジェさん。一方、アルフィノ君とアリゼにはほとんど変化はなし。それって倒れた順ですよね？その通りよ。つまり魂が分離してから時間が経過している人ほど生命力の揺らぎが大きくなっているってことね。これは推論に過ぎないけれど、魂と肉体の結びつきが弱まりつつあるのかもしれないわ。大変です！その結びつきが完全に断たれてしまったらどうなるですか？こんな症状初めてだから確かなことは何も言えないわ。でも決していい結果になるとは思えない。
ほども言ったけれど、まだ揺らぎはとても小さいわ。それに私も魔刀屋様と連携して肉体を保つための努力はしてみるつもり。だからその間、あなたには彼らの魂を帰還させる方法を探してほしいの。ありがとう。頼りにさせてもらうわ。でも、探すと言ってもどうやって？これまでも専門家さんたちに力を借りて調べてきたのに、まだ何も手がかりすらつかめていないんですよ。確かあなたの報告によれば、水晶光は召喚者である自らの死をもって賢人たちの魂を原初世界に返すつもりだったのよね。シャーレアンにいた頃のラハ君を知る身としては、その決断に思うところもあるけれど、何にせよ幸いにして彼の命は救われ、結果的に賢人たちも第一世界にとどまることになった。そうなるとやっぱり魂の帰還を実現するには、召喚術の要となっている水晶光の協力が不可欠よ。だからこの肉体の変化に関する情報を携えて、もう一度第一世界に渡り水晶光たちと協議してもらいたいの。もちろん原初世界側からのフォローは徹底させてもらうわ。だからよろしくね。失礼、遅くなりました。あら、サンクレットとリーンも一緒だったのではなくて？彼らは無の大地に関する調査に注力したいと、急ぎ手が必要な時には呼ぶようことづかっております。確かに彼らが担う調査も重大事だ。今はここに集った者で問題を検討しよう。さて、皆にはすでに概要を伝えてあるが、あなたが原初世界で聞いたことを改めて報告してもらっても？生命力に揺らぎか。
魂であるこちらの私たちには今のところ異常は見られないわね。さりとてこの状態を維持し続けられる確証もない。いずれにせよ帰還方法を真剣に探すべきでしょうね。あなたにも私の用いた召喚術について一度きちんと説明しておこう。そもそも私は優秀な魔法使いなどではなくてね、大掛かりな術を扱う時にはこの塔の機能とそこに蓄えられたエネルギーを用いているのだ。皆やあなたを呼んだ術も例外ではない。遠い未来で確立され私を第一世界へと送った機能、それを四苦八苦しながら転用した。乱暴な言い方をしてしまえば世界の壁に対象者だけが通れる穴を開けてこの塔の元へと引っ張ってくるといったものなのだが、あなた以外の皆は想定外の召喚だったためその穴が完璧には開けられなかったという具合だ。私はもうどんな役目を背負っていても生きることを投げ出さない。あの海の底まで救いに来てくれたあなたに誓って、今回の件だって何が何でも解決法を探してみせる。だがもしそれが間に合わず皆の身に危機が迫るようなことがあれば、当初の方法を選ぶこともためらわないでくれ。いて、いきなり何を。もしの話でも気に食わなかっただけよ。それで生き延びたってあの人が悲しい顔するなら最低最悪のやり方だわ。方々から愛されて大変ね、英雄さん。はあ、まあ、さあそろそろ議論に戻りましょうか。まず検討すべきは私たちのような不完全な転移の事例ではないと思うのか。ここで注目すべきは魂と肉体の転移のみならず、装備や持ち物を含む物質を伴い次元の狭間を超えている点よ。テレポに代表される転移魔法では自己の延長線上に物質を置くことで転移を実現しているの。なるほど、つまり私たちの魂を彼が自分のものだと認識すれば現象世界に持ち帰ることができる。それで済むなら話が早いわね。でもそんな簡単に他人をものだなんて思える？少しでも疑念を抱いた瞬間次元の狭間に放り出されるなんてことだったらさすがに危険すぎよ。アリゼ様の懸念はごもっともでしょう。ですが魂を何らかの物質に収めてしまえば話は別。我らが魔女はそう言いたいのではありませんか。ならば白聖石が役立つはず。あの巻はもともとアシエンの魂を捕らえるため作られたもの。より魂の質量が小さい我々であれば収められて当然です。白聖石に収められた魂を安全に維持する方法、そして肉体に移し替える方法、この2つを確立できれば
原初世界への帰還を叶いましょう。魂の維持と移し替えか。であれば私からも提案できることがありそうだ。レイクランドの始まりの湖、その対岸にかつてエルフたちが築いた宮殿があってね。光の氾濫の折放棄されたようなのだが、そんな場所を根城とする風変わりな雲毛の隠者がいるんだ。かつて沸風島王国の王宮にも出入りしていた魔導士で、特に魂に関する研究で知られていたと聞く。ここは隠者殿に知恵を借りてみてはどうだろう。もちろん反対する気はないけれど、そんなに名高い魔導士が廃墟で隠れて暮らしてるなんて、よほどの事情がありそうじゃない？おそらくその通りだ。私も数十年前に罪喰いの対策に関して協力を仰ごうと接触を試みたことがあったのだが、使い魔をけしかけられてまともに交渉すらできなかったよ。どうやら相当な人嫌いらしい。だが気難しいイルメグの妖精たちとも縁を結んだあなた方であれば、あるいはと思ってね。場合によっては荒事になるだろうが、ここは一つ隠者殿を訪ねてみようじゃないか。もちろんあなた方さえ良ければだがね。